慶長5年関ヶ原に東西の大名が集結。天下分け目の決戦は東軍率いる家康の勝利に終わった。その頃九州ではお家再興を目指す大友義宗が各大名が出払っている隙をつき丘陵である豊後へ侵攻。九州は再び騒乱の渦に巻き込まれようとしていた。それを許せない二人がいた。二人は義宗に包囲されている杵築城へ向かう。天より見守るともに恥じない生き方をするために。中国の将石垣原の戦い。ございました。火種は、はい、芸は関ヶ原にいたのではないのか。戦に次ぐ戦、心身が持つのか。うるさい。俺は今立ち止まりたくないんだよ。三成を打ち破った罪悪感からか。甘い思いを抱えたまま勝てる戦ではない。任せて休んでいるがいい。俺は確かに友を打った。だからこそ俺は是が非でも豊臣の家を守り抜かねばならんのだ。家康殿のもとで俺たちの家を存続させるには家康殿に背く奴らを討たねばならん。それは将来。まあよい。今は協力して大友を倒そう。徳川の作る太平のために。家康の下で天下は収まろうとしている。乱の火種は早急に消さねばなるまい。九州の平和を守るためやろうぜ、ご隠居。なんとも悠長なことだ。兵まで元就のようにご隠居になってしまっては困る。それもいいかもしれません。この戦が終わったら花をめでつつ書物でも眺め、のんびり暮らしますか。ご隠居か。
私が総評した男はもうこの世にはいない。ん？何言ってんだご隠居。戦支度を急げ。私はあの男ほど優しくはない。敵は大軍、味方は民兵を含む寄せ集めだ。この戦、策を持って迎え撃つのがよかろう。戦を長引かせるな。兵糧を焼き、相手の士気をくじけ。やめろ。せっかく収穫した米が。稚拙な策を使うものだ。急ぎ火元を破壊しておけ。味方本陣は我らに任せられよ。民兵を守ることにもご留意願いたい。見てろよ三成、俺のやり方で豊臣家を守り抜く。敵を撃つ。合図せよ。お、出番のようだ。官兵がいたぞ。誰か加勢してくれ。何？敵の総大将だと。よし、手仕留めてくれるわ。鮮やかなもんだな、ご隠居。優しくて賢くて、民に慕われるのも道理だぜ。この程度で、俺を止められると思うな。よき敵に巡り会えた。こっから地獄だ。お相手いたし。その武勇、あやかりたい。こんなものか、勝負にならん。
にならん。見事だ。励むとよい。いやいや、このままでは立花の名折れ。出るぞ開門。ようやく出てきたか。味方を援護しつつ退けよ。こっから地獄だ。何だってんだよ。勝負にならん。
っちの関ヶ原はまだ終わってないか。先に銀千代が戻っていたはずだが。お嬢がいなくなるくらいに面白いのにさ、将軍に一矢報いてみぬか、坊ちゃん。帰ってきたか。うちは敵本陣に来て付き合うんだ、坊ちゃん。こっから地獄だ。いきなりの大爆発だ。せっかくのお誘いだ、お手持ち。バカが。おい、味方の本陣が狙われてるぞ。こちらは敵援軍の別動隊を狙いよ。ネシメラは味方の危機を捨ておかねば。あんた偉いのにやるんだな。まだ増援がいたか。こっちはトモスラ撃って戦ってきた。俺のやり方を邪魔する奴に容赦はできん。今こそ出陣の時。私自ら敵総大将を討ち取ってやる。開門。策を立てる手間が省けた。勘違いするな。あんたのためでも家康殿のためでもない。こっから地獄だ。いざ奪えらん。人を生かす戦、見事だったな、ご隠居。おかげで俺の目指す道も見えた気がするぜ。思いのほか手間取った。我ながら甘い戦をしたものだ。秀頼公、立派な若武者になられましたな。この家康、嬉しく思いますぞ。家康殿、もっと早くこうして話し合いたかった。清正、我ら同行の将には別席が設けてある。お二人だけの宴、邪魔をするのは失礼であろう。もののふたるもの、主君のそばに常にいたいと思うもの。もののふの棟梁たる家康殿は
その気持ちがお分かりのはず。貴様高虎、よい。清正、同行を許す。秀頼公に忠を尽くすがいい。はっ。清正の所業、許してはなりません。あの男、天下の階段の場で抜け抜けと豊臣への忠誠を。三成を討った。あれから10年余り、清正はその思いを抱え生きてきた。防音の信と罵られようと、わしのために尽くしてきた。全ては豊臣を守るためにだ。わしを恐れ、媚びへつらう豊臣の求心が多い中、見事な忠節、見事な心映えではないか。家康様、清正はまさに豊臣を守る頑強な壁よ。あの壁がある限り、豊臣には手を出せぬな。ご隠居。何度も言うが、私にはその呼び名は適していない。ご隠居とは、昼寝や読書が好きで、もっと優しいものだ。あ、もしかしてさ、花って開かないって思ってる？勘兵衛殿、花はね、一度散って終わりじゃないんだ。何度でも何度でも花は咲いていく。幹がある限り、ね。勘兵衛殿。勘兵衛殿。いえ、ご隠居。季節外れな花だ。